文字式の掛け算に入っていきます。で、文字式の掛け算っていうのは足し算引き算と違って、文字同士とか違う文字同士とか文字と整数同士っていうのを計算することができます。で、どういうことかっていうと、ちょっと1番でやってみましょう。 3a×4 っていうのは、この 3a の部分はこれ 3×a でしたよね。 ×4 です。なので順番を変えてあげて、掛け算順番変えても一緒なので、ここできますよね。で、ここで計算ができますよと。なので 12a っていうのが答えになります。だ、そのまんま数字をかけてあげればいいんですね。大丈夫ですか。で、同じようにして2番もやってみます。2番は 8x×1/4。で、これも8×1/4をかけてあげたらいいですよと。で、ここ8はこれ1/8のことなので約分できますよね。4で割って2で1です。なので分母は全部1になってなくなって 2x ですね。大丈夫ですか。じゃあ4番もやってみましょう。4番は -2y×-8 です。で、ちょっと符号にだけ注意して、マイナスマイナス同士の掛け算はプラスになるんでしたね。で、この2と8を掛けてあげて 16y です。大丈夫ですか。文字式の掛け算では足し算引き算と違って、文字と整数とか違う文字同士でも掛け算をすることができます。